はい、どうもこんにちは。今日はですね、車のメンテナンスということでお掃除ですね、やっていこうかなと思います。ドンキさんの方で新しい製品が発売されたので、ちょっとねそれを試しに使ってみようかなと思います。はい、今回使うのがこちらですね。手を汚さない驚きツヤタイヤ泡ワックスクリーナーでございます。でかいっす手を汚さないんですよね。ワックスもできるっぽいクリーナーですね。はい、こちらですね。水洗いや拭き取りをしなくて良い、しかもツヤ出しまでできるっていうことで、ものすごいね気になってます。で、容量が 840ml ということで、タイヤがね32本分いけるということで、ざっくり8台分になるの、まあ8回分ですね。お掃除ができるということで、すごいもの発売されたなと思ってます。はい、でしかもこちらですね、価格が499円ですね。約500円、いいコスパですね。で今回お掃除するのはエブリーになります。ただですね、1個失敗したなって思うのが、今年の3月にタイヤをね変えちゃったんですよね。新しくいろいろすり減ってたんで新しいのにしました。まあ、見ての通りね、この辺もまだすり減りがね全然ないんですよね。とはいえ4月とか5月とかね、関東方面に何回も行ったりしてたんで、それなりに走ってはいます。で、まあ、せっかくね新しくなったんですけど、まあ、結構日差しの強い場所とかにもいたりしたんで、少しねここ茶色くなってますよね。はい、あ、せっかく新しくなってるのに日焼けしちゃってるんですよね。早速こういったところもあるんで、こいつでどれぐらいねしっかり落とせるかなっていうのを見てみたいなと思います。一応真横から見るとこんな感じで、後ろに行くとこんな感じですね。それじゃあ実力のほど見ていきましょうか。使う前にはよく振るのと、使用方法も縦だったりとか斜め OK ですね。で真下に向けるのも OK で、横にだけしないように気をつけてくださいっていうことですね。これやるとガスだけ出ちゃうみたいです。はい、じゃあやっていきましょうか。吹きかけるときは15センチから20センチほど離れてやるっぽいです。ほんで泡が消えて乾くまでは水とかで流さないようにしてくださいっていう話ですね。ワックス成分が流れ落ちちゃうらしいです。まあ、とりあえずやってみましょう。いきます。おお、すげえ。結構泡になった後はスーッと流れ落ちていきますね。泥汚れか黄ばみか分かりませんけど流れてます。そしてタイヤ用なんで、ホイールとかにかかった場合は、拭き取ってくださいって書いてあったんですけど、まあ、絶対かかっちゃうんで、一応どうなるかってのもね、少し見ましょうか。ちょっとだけねかかっちゃいました。こんな感じで。はい、というわけで15分ぐらい待ってました。泡も一通り取れて、若干少し残り気味、泡は全部消えてはいないんですけど、説明書には水で流してくださいとかは書いてなくて、一応ねこれでもう完了らしいです。まあ、ただ若干動画的には少し泡が残ってるような感じなんで流そうかな。でもこれあんまり待ってても消えないと思うんで、はい。ただ今濡れてるのもあってかわからないですけど、日焼け跡の黄ばみはなくなってるし、まあまあいいんじゃないでしょうか。黒光りしておりますという感じです。じゃあ一回流します。はい、でさらに待ってるとね時間なくなっちゃうんで、ちょっと拭いちゃいます。これもねドンキで安かったんですよ。299円ですね。マイクロファイバークロスですね。ティッシュっぽい感じなんですけど、ほい、これ12枚入ってて1枚あたりめっちゃ安いっす。マイクロファイバークロスなんで使い捨てにせずともいいですし、結構きつい汚れの時にはまあ捨てちゃってもいいのかなとは思いますし、何分コスパがいいです。ホイールもやっとくか。 OK。 はい、拭いてからある程度乾きました。どうでしょうかね、やる前に比べて、サラサラ感が出たのと、ちょっとツヤがねありますよね。はい、こんな感じですね。いい黒色になったんじゃないでしょうか。で若干吹き付けの甘いようなところは少し黄色いの残ってはいるんですけど、さっきはねこの距離からでも黄色いのが分かってたんですけど、もうある程度ね落ちたかなっていうのが分かりますでしょうか。まあただちょっと近づくと少し残ってたりするんで、これやっぱ二度掛けすると面白そうだし、まあ、1回目の書き方がね少し雑だったのかもしれないですね。ってな感じです。じゃあちょっと他のタイヤでも少し見てみましょう。
次はちょっと一部だけやってみましょうか。道路汚れとかがついてるやつなんですけど、さっきの感じだと落ちるとは思うんで、はい、どうしよう、ここら辺から下だけやってみましょうか。やんわり乾きましたかね。どうでしょうか。見ての通りという感じなんですけど、ここがまだ何もやってない場所で、ここら辺からかかり始めてるってやつですね。ちょっとツヤがあったりするんで、少しウエッティというか、はい、コーティングしたような肌触りになってます。まあ、ここがやってないところ、ここがやったところ、全然違いますね。じゃあちょっともう一個だけタイムラプスとか使ってやってみようと思います。まずは塗ります。2度がけしたらめっちゃ綺麗。3本目のやつキラキラ。そして4本目にしてコツが分かってきました。結構たっぷりかけた方がいい。こんぐらい、はい、ふんだんにかけたおかげかすごいテカテカしてますね。うん、まあ、まだちゃんと乾ききってはないんですけど、すげえ光沢です。一応推奨的には水で流さなくてもいいみたいなこと書いてあるんで、むしろねこのまんまずっと置いとこうかなって思います。で1回、水で流しちゃった方は、2度分けしてます。一応1回目が甘かったせいもあってか、やっぱりちょっとまだ黄色い汚れは落ちてますね。ほらここら辺さっき残ってた部分ですね。はい、で一応ですね、今回はそのままかけたんですけど、泥汚れとかがまあひどい場合には軽く落としてからご使用くださいということで、やっぱすごい目立つ汚れがある場合はあらかじめ軽く落としてからの方が良いっぽいですね。で一回洗った場合はまた乾いてからこちらを使うようにしてください。はい、ただまあ今回はね本当に泡を吹きかけただけで結構汚れが落ちたし、このツヤが手に入ったのがねすごく良かったなって思います。はい、で今回ちょっとサムネ用もあったりとか2度掛けしたのもあって結構使ったんですけど、まだで、ね、2台分ぐらいはねいけそうな気がしますね。さすが大容量って感じですね。相当撮影外で使いました。それで500円ぐらいかでいけたりするんで、こちらさっと拭きかけてピカピカにしてもいいんじゃないかなって思いました。で今回ちょっと雑にホイールのところも、その泡までいっちゃったんですけど、タイヤ用なんでもしかかった場合はさっと拭き取るようにしてくださいね。ちょっとこの後ねクロスでちゃんと拭こうとは思うんですけど、はい、まあ皆さんやる際には、他のところにかかんないようにしてください。はい、一応一通り乾いたっぽい跡ですね。すごいいい感じです。まあ、雨降ったりとかまた走って砂とかつくとまた変わってくると思うんですけど、まあ一旦ね、すごい綺麗になりました。でおじさんがこの車もやってほしいっていうことだったんで、どんな感じでやるかだけね遠目でどうぞ。これでマッチ。一応ちょっとホイールの幅が広いんで、この横側の方ですね、そこを中心にやりました。まあ、あとは、これが乾くのを待つのみっていうところですね。というわけで今回は、ドンキさんから新しく出た手を汚さない、驚きの、ツヤタイヤ泡ワックスクリーナーということで、こすらなくてももうこの泡を吹きかけるだけで洗うのとコーティングを全部やってくれるので、ぜひね皆さんもやってみてはいかがでしょうか。ツヤもなかなか良いので、その1回洗車を軽くした後に仕上げ用に使ってもいいかなって思いました。まあ、これからね温度も高くなるし日差しも強くなって、タイヤの劣化というか見栄えのところも顕著に出てくると思いますので、さっと一吹き泡クリーナーということで、もしねご興味あればドンキに売っているので行ってみてください。あとこれもねすごい安くて良かったです。まあ、ホイールとかねバーって拭いてめちゃくちゃ汚くなった後にはもう捨てちゃってもいいかなって思いますんで、まあ、普段からねそんなに洗車しない人にとっては、このお二つ良いと思ったので、よろしければドンキで見てみてください。では今回は以上です。それじゃあまた。